グアコは、ベネズエラのスリア州マラカイボ出身のラテンバンド、グループ。1960年結成以降、メンバーチェンジを繰り返し、ラテン音楽界の第一線で活躍し続ける。結成当初は、マラカイボ後半のスリア地方で生まれた、伝統音楽、ガイタを、伝統的なスタイルで演奏し人気を博した。70年代からは当時流行していたロックンロールや、ジャズ、サルサ、 ファンク、ボサノバ、バジェナートなど様々な音楽要素を取り入れた、前代未聞のポピュラーミュージックを生み出した。1960年、ベネズエラを代表する名門、スリア大学の学生たちが中心となって、ロスグアコスとして活動を開始。マラカイボの伝統音楽である、ガイタを演奏し人気を博す。結成当初は、伝統的なスタイルに則っ,って、タンボーラ、フーラ、クアトロ、 チャラスカなどの楽器で演奏していた。しかし、70年代に入ると、サルサやファンク、ジャズ、ロックなど様々な音楽要素を取り入れ、前代未聞のポピュラーミュージックとして、新境地を開拓。1976年に発表したマリア・ラ・ボジェーラが注目を浴び、マラカイボから首都のカラカスエ活動の幅を広げ、80年代に入ると、バンド名をグアコに変更。 1984年発表のアルバムグアコエスグアコに収録されたウンシュガリーとウンカフェが大ヒットを記録しグループの地位を不動のものとした2012年に発表したアルバムエスクルトゥーラはルベンブラですルイス・エンリケヒルベルト・サンタロ・サなどの豪華ゲストメンバーを迎え国外で膨大なセールスを記録ラテングラミー賞のトロピカル・コンテンポラリー ベストアルバム部門と年間アルバム部門に同時ノミネートされ、さらに同アルバムに収録されたビボのビデオクリップは YouTube で公開から400万ビュー以上を記録し、世界にグアコの名を知らしめる快挙となった。これまでにチャヤン、セリアクルス、エルグランコンボ、エルビス・クレスポ、オスカル・デレオンなどの名だたるスーパースターたちと共演。マイアミを筆頭にアメリカの 各都市、プエルトリコで開催される、サルサの世界フェスティバル、さらには、フランス、ポルトガルなどヨーロッパでのイベントにも多数出演。2015年のラテングラミー賞では、ベストアルバム部門と、トロピカルコンテンポラリー、ベストアルバム部門の2部門でノミネートされ、2016年の第58回グラミー賞でも、ベストトロピカルラテンアルバム部門で、プレゼンテコンティヌオがノミネートされた。 ありがとうございます。